はいどうも、フェルナンドです。今回はサマディ地方の的の場所を紹介していきます。まず始めるために、王子からボウガンを受け取ったら、このボウガンおじさんに話しかけます。ボウガンおじさんの場所はここ。王宮の手前だね。凶悪な顔してんな。そしたらあとはもうサマディ地方の的を探して撃つだけ。はい、まず最初のボウガンの的はここ。ボウガン、ここだね。うん、あそこにあるね。ここに第二の的がある。きた、ボウマップ的に見てここ。よいしょ。じゃあ次行ってみようか。あそこに的がある。ボウガン。でここで、はい、地図。地図的にはここだね。あそこにあるから。よいしょ。ボウあそこにあるね。マップ的にはここ。はい。次行こう。ここ降りて、あそこにあるからまたか。マップ的にはここ。OK。的を全部射抜いたら、ここ、キャンプ近くにいるリリパッドちゃんに話しかければ、報酬をもらえるから。みんなもぜひ頑張ってくれ。Peace!寄って行かせてもらいます。